すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、三鷹のノスラーといえばこちらです。ドン。 JR 三鷹駅から徒歩3分くらいのところにあります中華そば三鷹さんにお邪魔してます。こちら三鷹さん、もともとは古くから別の店主さんがやっていたお店で、その味を今の店主さんが引き継ぎまして、昔からの味はそれでも変わっていないということで、早速行きましょう。レッツゴー。さあ、中華そば三鷹さん、注文者です。ノス感漂うメニューから、今回はワンタン麺をお願いしました。店員さんののどみない動きに見とれながら待っているぞ。こちらが三鷹さんのワンタン麺です。ドワーイ。たっぷりなスープにドカッとワンタン。ネギも散りばめられていて、シンプルながらワイルドだぞってことで、いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、ほぼーん。あっさりとした鶏ガラの風味が鼻を抜け、優しい旨味を感じられる。昔ながらの中華そばではありますが、バリバリ現役で何度引退するといようが、また最前線に帰ってくるポテンシャルがあります。さて、お次は麺をリフトしてみると、予想外の角切り中太麺。早速すすろう。メフォーン。弾力があり歯ごたえ強めな、まるで隣の山田くんのようなインパクトの麺。思っていたのとは全然違いましたが、完全にいい意味で予想を裏切ってくれました。さあ、そんな強力麺ですが、あっさりスープもそれに負けず、しっかり寄り添い、バランスもいい。そこに満を持して現れたワンタンをチュルンと食らう。ジュパーン。あんがほんの少し入った皮主体のタイプですが、この皮の食感が絶妙でうまーい。チュルンとのどごしもよく、釜爺に持っていってあげると必ず喜んでくれるでしょう。そんな感じでシャキコリなメンマも味わいつつ、またワンタンをチュルンと食らったら、油が乗ったジューシーなバラチャーシューもパクリ。小ぶりながらもこのうまさ、シャルルにはもったいなくてあげられません。てなわけで、終盤は昔ながらの中華そばタイプに必ず合うであろうホワイトペッパーを投入して、これだこれだと喜びながらノスタルジックな気分にどっぷり浸かりまくっていたら、最後にナルトを食らって本日も完食です。大変美味しくすれました。ノスタルジックかつまだまだ最前線な一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、三鷹さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。あっさりじんわりと染み渡る落ち着く味でしたね。まず作っている時の店員さんのよどみのない動きがずっと見ていられるなっていう、一つのエンターテインメントになってましたね。そしてスープは優しい鶏ガラ醤油で、これぞ中華そばといったあっさりとした味わいで、細かく刻まれたネギもすごくいい味出してましたね。そして麺は予想に反しての角切りの中太麺で、すごく強い弾力と歯ごたえがあって、食べ応えも十分といった感じで、予想に反してはいたんですけど、これはこれでありだなといった感じでしたね。ワンタンは皮がチュルンとしておいて、すごく喉越しが良くて美味しかったですね。接客や手際もすごく良かったので、最後までね、気持ちよく食べきることができました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば三鷹さん、三鷹の味方や。はい、ワンタンは皮の喉、ワンタンは皮の喉越し、あ、ワンタンは皮がチュルンとしていて、すごくの、ワンタンは皮がチュルンとしておいて、すごく喉越しが良くて終わり。